震災13年未来につなぐです。被災地はこれまで各地で教訓を伝える活動が続けられてきました。能登半島地震という大災害が起きた後も伝承の担い手たちは未来の防災につながることを信じて活動に向き合い続けています。あんなに大きな揺れが来て3メートルなはずないよねっていうことを話しながら避難をしていった記憶があります。釜石市の伝承施設命をつなぐ未来館の職員川崎亜希さん、大学卒業後から4年間ガイドを務めています。この日は全国の観光地域づくり法人に勤める人たちにあの日の出来事について伝えていました。小中学生一緒に手をつないでこのように歩いて避難をしていきました。震災当時海の近くに立つ釜石東中学校の2年生だった川崎さん、学校で行われていた防災学習や訓練の成果で地震後すぐに避難を始めました。ここで私自身も初めて津波を見ました。街がどんどんこうなくなっていくというか壊れていく光景があまりにも衝撃的すぎてですね、理解が追いついていかなかったんですね。と文字通り頭が真っ白でした。あの日パニック状態になりながらも坂道を登った川崎さん、学校にいた570人の子どもたちはみんな高台に避難できました。もうやっとここまで着いてホッとできたというか、すぐに行動に移せたっていうのはやっぱり日頃の訓練のおかげだったりとか防災教育の授業のおかげだな。直後から全国的に注目されたこの避難行動、川崎さんはこの施設唯一の体験者として3万人以上の人に壮絶なあの日を伝え続けてきました。ずっと当時をこう振り返りながらお話ししていくのも意外とこう体力を消費するというか、予定はずっと先まで埋まっててっていうのがあるとちょっと大変だなと思う一方で、お話聞けてよかったですっていうようなご感想をいただけると前向きな気持ちにはこう変換することは都度できてるかなと思います。そんな川崎さんには胸を痛めている出来事がありました。元日の能登半島地震です。死者の人数がこう更新されていく、犠牲者がどんどん増えていくっていうのが結構苦しくて、毎日毎日いろんな方々に情報発信していたのにそれがなかなか生かされてなかったっていうのをこう突きつけられているような気がして、時には葛藤も伴う語り部の活動、そうした活動の担い手が全国から集うシンポジウムが先月宮城県南三陸町で開かれ、川崎さんも参加しました。ここでも能登半島地震が話題に上ります。何を学び何を伝えていくのか、今現在も現在進行形で問われています。行政の学者がいくら言っても研究をしてもなかなか変わらないことが、親戚の話で、地震保険に入るっていう行動に出れるってできるということ、伝え方一つっていうかマインドの部分で、なんかもっと私たちはできることもあるんじゃないか。この日川崎さんは次世代の伝承を考える分科会に登壇、日々感じていることを率直に語り合いました。なんでその話してる途中にこう寝ちゃう人がいるんだろうとか、つまんなそうだなっていう人をこう見かけた時に、はい、やっぱりこう興味を持てる授業ができてなかったりとか、淡路島に生まれ阪神淡路大震災当時生後2ヶ月だった米山美久さんは、語り部である父親の影響で自身も語り部となりました。語り部活動をライブ配信で行い始めたんですが、はい、いかに興味関心がない人に興味関心を持ってもらうことが難しいか、悩みを共有する一方伝承や防災をみんなで前向きに捉えることが大切という意見が多く出されました。
未来に対してすごくポジティブな明るい未来にするための話をしているから、本来は楽しく明るい話。同じ活動に取り組む若者同士の交流は互いの励みになっていました。こういった会でつながれるのはすごい嬉しいです。ありがたい機会だなと思って、はい、こちらこそでございます。本当に岩手ちょっと若い子少ないので、はい、嬉しいです。自分自身も新たなこう気づきだったり発見だったりとか、あるいはその大事なことをこう再認識することができたと思うので、改めて自信持ってお話しし続けたいなというふうに思いました。その2日後、釜石にはガイドにあたる川崎さんの姿がありました。本当に小さい子からお年寄りまでの本当泣き声、叫び声、悲鳴っていうのがこうすごく聞こえてきてましたし、学校の中にいた生徒たちはこのように助かることはできました。学校での防災教育ってすごい良かったよね、役に立ったよねっていうことも言い換えることができるかと思います。熱意のこもったその言葉は全国から訪れた人の心に響いていました。自分親として今後ちょっとこの今回のお話を子どもたちにも共有できたらなというふうに思いますかね。彼女みたいな存在がいることで私たちもその長崎に戻った時にこういうことを学んだよっていうのを伝えていけるのですごくありがたいなと思いました。元日の能登半島地震をめぐっては川崎さんが注目する出来事がありました。珠洲市の三崎地区では日頃から訓練を行っていたせいかで住民が迅速に津波から避難できたのです。教訓を生かしてやっぱり助かったっていう人たちもいるんだっていうのがすごく私にとってはこう希望というか、まあ、今回助かったような人たちがまたどこかで生まれてくれることをだけをこう信じて、何より継続していくことが一番の近道だと思いますので、私たちも頑張りますので、ぜひここに来ていただいて、そういったところもこう感じ取っていただけたらなというふうに思います。伝承活動を始めて4年、葛藤を抱えることはありながらも川崎さんはこれからも地道にあの日の教訓を語り続けていきます。